界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く神カリスマたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。表参道にあるヘアサロンサンバレー、代表の渋谷健太郎さんは2018年に同じく神カリスマの朝日光輝さんと共同でこのサロンをオープン。なんか一番余計なこと考えなくていい瞬間がサロンワークっていうか、純粋に自分のこう、まあ、楽しいことっていうか好きなこともそうだし、自分が選んだことできてるから、ずっと一生美容師やるっていうのを大事にして今もやりたいなと思ってますけどね。美容師歴25年、経営者となった今も積極的にフロアに立ち生涯美容師を目指します。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。そのカットの仕上がりというかテーマ的な部分があって、それがまあ切りたてだけど切りたてっぽく見えないカットみたいなのが自分好きだなって思ってるんですよね。美容室行くとバツって切ってて、なんとなくあ切ったねみたいなの多いじゃないですか。でも結構切ったけどあすごい馴染んでるねっていうのって、やっぱ美容室行った1週間後とかが調子良かったりとかするんですけど、それをこう切りたてから作れるようにちょっと心がけて切ってるんですよね。初めて切っていただいた時は10年前ぐらいになるんですけれども、帰ってからもスタイリングしやすいのと、あとは何ですか、伸びてももうすごい綺麗に伸びるところもいつも帰って感動させてもらってます。一人一人に寄り添った美しさを見つけるため、常にオールラウンドに技術を磨いている渋谷さん。そんな彼がやりがいを感じる瞬間は、ずっとお客さんの人生寄り添ってってるのがやりがいかなと思ってて、それこそ子供の頃から来てた子が成人式で大学卒業してで結婚式ってなってた時に、全部その髪型をやったりとかね、いろんなこう人生の寄り添い方ができるのが自分たちの仕事のいいところかなって、まあすごい一番のやりがいかなと思ってますけどね。そういう節目が来た時、あもうそんなかって一緒に思えるのいいっすからね。上を目指すって、まあ、もちろん大事だし楽しいことなんですけど、上は見つつ今の状態を見てね、嫌なことやってる全力って意外と吸収しないんでね、やっぱりこういかにやらなきゃいけないことを楽しみながらやるかって、今を大事にするかっていうのがね大事なんでね、そこの意外と目の前のこと避けちゃうから、避けずに受け止めて楽しんで頑張ってほしいなと思ってますけど。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。